皆さん、どうもです。8年ぶりマイクラのキッドです。前回は、村人と修繕のエンチャントボンを、交換できるように司書ガチャをやりました。その前は念願のダイヤモンドもゲットしましたし、ようやくエンチャントができそうです。というわけで、今回は、エンチャントテーブルを作って、初めてのエンチャントを、やってみたいと思います。よろしくお願いします。そうそう。私ちょっと勘違いしていて、エンチャントテーブルを作るのに、ダイヤは1個でいいと思っていたのですが、レシピを見ると2個必要だったことがわかり、1個足りないことに気づきました。あ、ここは初めて紹介するところですね。ここは、ブランチマイニング場前の、ロビー的なところになります。まだ途中なんですけど、この続きの建築動画は投稿予定です。この扉を進んでいくと、渓谷に続くようになっています。ここは、廃坑もあるので、足りないダイヤモンドを探していこう。じゃあ。ひえー、これは回避できないよ。じゃあ。クリーパートラップかな？湧き潰しができてないみたいなので、また周辺を確認しておきますね。いやー、冷や汗をかきましたー。それで、あれから実は廃坑も少しだけ探索したんですが、意外と近くにお宝チェストを2個見つけまして、その中にダイヤモンドがあったんです。まずは、それをゲットしに行きますねー。はい、まずは1個目です。なんと、ダイヤが2個も入っていました。これで計6個になったので、ダイヤのツルハシと、エンチャントテーブルが作れます。そして、この近くに2個目の、お宝チェストがあるんです。このお宝チェストは、まだ確認していません。向こうに見えるやつですね。厄介なスケルトンがいるので、倒してから確認していきましょう。この辺りを少し明るくしてっと。よし、中身は何かな？インゴットとレール系ですね。即回収。即撤退。廃坑の奥地は、また今度行くとして、拠点へ戻ってダイヤのツルハシを作ろう。はい、というわけで、ダイヤモンドが6個になりましたー。まずは、ダイヤのツルハシを作ります。おお、ダイヤのレシピが勢ぞろいです。よし、ダイヤのツルハシゲット。ついに、ダイヤの道具を手に入れました。そして、今日も一日が終わろうとしている。マイクラの一日って早いんだよな。おやすみなさい。おはようございます。今日はエンチャントテーブルを作ります。黒曜石が4個必要なので、渓谷の溶岩だったところでゲットしに行きます。黒曜石を掘るのに水があれば、溶岩でのアイテムロストを防げるようですね。修復しておきます。まずはこの辺りの溶岩を黒曜石に変えておきましょうかね。よし、
とりあえず、こんな感じでいいかな。そしたら、ここに水を入れて、初めての黒曜石を掘っていきましょう。おお、ダイヤのツルハシでも、結構硬いんですね。なるほど、掘った黒曜石の下に溶岩があっても、水ですぐ流れて黒曜石になるから、アイテムロストを防げるというわけですね。それにしても硬いですね。エンチャントテーブルを作ったら、まず、このダイヤのツルハシを強化しよう。これで、黒曜石4個ゲットですね。水を回収して帰りましょう。ダイヤモンドが2個と黒曜石が4個。あと、本が1冊必要なんですよね。視聴者さんからもアドバイスをいただきまして、エンチャントテーブルの周りに、本棚を15個置くと、最大の効果を発揮するとのことで、本棚も15個作っておきました。おお、これですねー。エンチャントテーブルゲット。これで、いろいろ強化できます。経験値も56あるので、いくつか作れそうです。ここに設置しようと思います。ほい。おお、かっこいいです。そしたら、次は本棚を置いていきますね。こんな感じですかね。アドバイスありがとうございました。本棚から文字が出てきて、エンチャントテーブルに吸収されてます。それでは、初めてのエンチャント、ダイヤのツルハシを強化してみますね。あ、幸運2がつくみたいですね。効率強化が欲しいなぁと思ってたので、一回本にエンチャントします。エンチャントの使い手になりましたー。これでリセットされたと思うので、再度、ツルハシでやってみましょう。おお、効率強化です。決定。耐久値もつきました。これは嬉しい。これから大事に使おうと思います。せっかくなので、ちょっと使ってみたいです。ブランチマイニング場前のロビーで、石ブロックを削ってみます。この辺りを削ってみます。うおお、7個れー。驚くほどにめっちゃ早いです。すげー。今まで、未強化の石のツルハシで掘ってたので、まるで砂を掘ってる感じですね。いや、それ以上の速さですね、これは。これは、間違いなく建築がはかどりますねー。ありがとう、エンチャントテーブル。こっちもやってみよう。
ストレスフリーで気持ちいいですね。サクサク掘れます。はい、というわけで今回は初のエンチャントをやってみました。経験値もまだ残っているので他の道具や防具も強化しようと思います。次回はどこかに攻撃施設を作ろうかなと思っています。まだどこに作るかは決めてないのでいろいろ考えてみようと思います。よろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録や高評価コメントをくださる方、ありがとうございます。次回もぜひ、見に来てくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。